トーリャンセは、江戸時代に歌詞が成立したとみられる、日本のわらべ歌。遊び歌として知られ、その遊戯も言う。作詞者不明、元織長与編、作曲、あるいは、野口宇上作とも伝えられる。トーリャンセ発祥の地比、トーリャンセ発祥の地比神奈川県小田原市南町の山角天神社、及び同志構図の菅原神社や、 埼玉県川越市の三吉の神社が舞台であるという説があり、共に発祥の石組がある。この他石章を舞台とするという説もある。この歌詞の意味に、神隠し伝説や人柱、埋蔵金伝説の関連付けをする人は多く、しばしば小説や映画、ドラマ、ゲーム等の創作の題材として取り上げられる。歌詞の、行きは、よいよい帰りは、怖いが、 被差別部落への一本道を意味しているとする説がある。ため、東京では放送できるが大阪では放送できず、排除される形となっている。通りゃんせ、通りゃんせここは、どこの細道じゃ、天神様の細道じゃちっと通してくだしゃんせ、雇用のないものどう者同士せぬこの子の七つのお祝いに、お札を収めに参ります行きは、よいよい帰りは、怖い怖いながらも通りゃんせ、通りゃんせ通りなさい、通りなさい。 ここは、どこの細道ですか天神様の細道ですよ。ちょっと通してくださいませんかご用のないものは、通しはしません。この子の七つのお祝いに、五冊を収めに参ります。行きは良いですが、帰ってくるのは難しい。難しいですが、通りなさい、通りなさい。二人の子供が向かい合って立ち両手をつないで上げ席書を作り、他の子供たちが、 列になってこの手の下をくぐっていく。この間、トーリャンセを歌い、歌の終わりで両手を上げていた子供らが、さっと手を下ろす。ちょうどそこに行き当たった子供が捕まって、赤書役の子供と交代する。ロンドン橋落ちたと同様の遊び方もある。かつて、日本の横断歩道に設置されている音響装置不信号機には、いろいろな曲のメロディが使用されていたが、 視覚障害者の混乱を招くことも少なくなかったため、1975年に2種のメロディ及び2種の鳥の擬音が制定された。その後、2003年に今後の音響装置不信号機には鳥の擬音を使用したものを設置するように通達が出された。そのため、当ンセに限らずメロディを使用したものは鳥の擬音を採用した信号機に置き換えられつつある。 翔家の言葉今ここに、トーリゃンセ、タマニュータウンタイムズ。2013年6月28日閲覧。森達也、放送禁止か公文社知恵の森文庫。2003年、30、231から232ページ ISBN9 兆7843億3478万2252、音響信号機に関する Q&A。警察庁。 2021年4月4日閲覧。視覚障害者用負荷装置に関する設置、運用指針、警察庁、定ただ始発、第59号。 h t t p s w w w n p a g o j p l o s e n o t i f i c a t i o n k o u u t u s h c k i s e i 二零一九零三二七7 4 p d f 二零一年4月四日閲覧街あかり、じゃ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 ん。で歌唱している動揺を収録した、アルバム。 明かりお姉さんのニコニコ変な歌9月25日発売タワーレコーズオンライン2019年8月22日11時22分ありがとうございます